11月1日のところは、ウパデーシャウンディアール。サンスクリットではウパデーシャサーラで、ヨーガバーシティの教材としては教えの精髄ということで、だいぶ前に取り上げています。ここでは、サードオーンがタミル語から訳した英訳、それをもとにし、そこからの和訳を見ていきたいと思います。30節ありますが、まずその1番ですね。結果を生じるカルマは、神、カルター、命令者、イコールイシュバラの命令、定めによる。行為と他の因果の法則であるカルマそのものは無感覚ジャダであるからには、カルマは神イーシュワラでありえようか。まず私たちが日々生命活動している行為カルマの問題が取り上げられています。原因があれば結果があるとか、原因に縁、いろいろな条件が揃えば、それが花咲き、実をならせて、そうしてそれが果、結果の果となり、またそれが因になり、因果は果てしなく繰り返していくというような現象世界を説明する法則がありますね。そうすると、この自然界の営みを規定するカルマというものが神なんだろうかと考える人も当然出てくると思います。そこで、カルマは神なのかというような問題がここで提起されているわけですが、ラマナ・マハルシは、カルマそのものは無感覚ジャダと言っていますね。ジャダというのは、それ自体では生命力がないということです。それ自体で生命力がないものが神、イーシュワラでありえようかと、ラマナ・マハルシはカルマイコール神を否定している道義をここで出しているわけですね。神というのは英語では普通 God ですが、ラマナ・マハルシが神と言っているのは、ここで言っているのはイーシュワラのことで、イーシュワラというのはカルマの配与者、配、これは配分の配です。与は与えるですね。そういう意味での神です。God ではありません。普通 God に当たるのはブラフマンですけれどもね。ブラフマンは無形の神。イーシュワラはこの現象世界を司る神という意味ですね。飲食という行為をすれば排泄という結果がやってきます。そのような行為と結果の因果の法則からは、ラマナ・マハルシのような解脱者の肉体とて免れることはできません。そのような必然的法則こそが神であるとか、そういう現象が起こる自然界を神だと思う人々は結構います。例えば、日本の自然農法家で世界的に有名な福岡正信さんは、彼が見た自然と自然の法則、それを神だと思って神を見たというようなことを言っておられますね。神の定義も問題ですが、
ラマナ・マハルシはそれらの見解をここで否定しています。現れたもの現象ですが、現れたものは究極の真実在ではないというのがラマナ・マハルシの各地体験でしたので、現れたものに働いている法則カルマが究極の真実在であるはずはないというのがラマナ・マハルシの結論ですね。恋は必ず結果を生む、それは創造主の定め。カルマの法則神様か、それは覚醒意識ではない。